消毒ポイントが設置された宮崎大学校内、都の上司が設置した市民への啓蒙促進の看板宮崎県、皇帝駅の発生地域2010年日本における皇帝駅の流行では、2010年の春から夏にかけて、日本の宮崎県南部を中心に広まった皇帝駅の流行について記述する。2010年3月頃発生し、2010年7月4日の 収束確認まで、宮崎県で発生した牛、豚、水牛の工程液の流行である。297,808頭を殺処分した。畜産関連の損失は1,400億円、関連損失を950億円とした。宮崎大学の根岸博隆准教授は、年間426億円の損失で3から5年続くとしている。国の保障対象は、 経営1 3 7 9個。保証額528億円の内訳は、感染農家が288億円で、ワクチン接種農家が240億円。肯定液が疑われる場合、または発生した場合、家畜伝染病予防法、肯定液に関する特定家畜伝染病防疫指針に沿って対応が実施される。家畜伝染病予防法は、 都道府県の法定受託事務にあたり、国の関与が制限される。5月1日、宮崎県の皇帝駅被害拡大により殺処分の対象等数が急増したため、東国原宮崎県知事は防衛省、自衛隊に、小遊軍川南町への災害派遣を要請した。テレビ報道では、自衛隊員が獣医と共に白い防疫服を着用して、畜舎を掃除し、 殺処分後の埋却を行う映像が繰り返し、報道された。同年7月27日に、陸上自衛隊第43普通科連隊と、航空自衛隊第5航空団は、待機を解かれ完全撤収する。民間でも義援金を募る動きが広まる宮崎県、公定機被害義援金企業の転倒などの、募金窓口自治体の募金窓口数字は6月8日。 現在国道269号の消毒プール、宮崎県での皇帝域被害が拡大、長期化するのに伴い、各県、政令指定都市が、政府の支援とは別に独自に設定した皇帝域対策予算や対応策。非常事態宣言解除後に開催された、全国高等学校総合文化祭においても、消毒活動は継続した、農林水産省食料。 農業、農村政策審議会家畜衛生部会牛トン等、疾病省委員会農林水産省広報資料より、命の足跡、宮崎発地域ドラマ NHKBS-32013 年1月27日22時23時、出演、陣内貴則、高岡咲、大地康尾、泉谷茂、み水洋一、原田夏希ほか原作、清水雄生 植田和馬プロデューサー当時の宮崎県知事、ありがとうございます。